阪神甲子園球場です。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の高橋、対するジャイアンツの先発はエースの菅野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。ピッチャーを変えてきました。高橋降板、左の岩崎、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第2球投げました。2球目ストライク。第3球は打ちました。ひなにボールを取る。セカンドから1塁送球、アウト。ピンチヒッターは陽。ジャイアンツ代打攻勢に出ます。第1球投げました。見送ってストライク。第2球投げました。打ちました。破った。よう、ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番小林、今日3打席目。第1球投げた、完全に外れた。ボール。第2球、危ない球。第3球ストレートはボール。第4球は見送ってストライク。次は5球目、サークルチェンジはストライク。さあ6球目、投げた、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。代打は阿部に代わりまして、阿部背番号10。第1球投げた、初球決まってストライク。まずは決めてきました。投げた、内角低めに送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。打ちました、ファール。投球これから4球目、直球、空振り三振。2者連続三振になりました。岩崎ナイスピッチング。6回の表が終わって4対3、ジャイアンツ現在1点をリードしています。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは石川、今日はここまで3打数2安打。投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番坂本、今日4度目のバッターボックス。初球見送ってストライク。投球これから2球目、スラーブはボール。投球はこれから3球目、ストレートはストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ボール。第5球投げた、打ちました。糸原交代、センター前ヒット。坂本いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは3番丸。第1球直球に送ってストライク。第2球打った、セカンド左、ピッチャー返し、セカンドフォースアウト、アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。満員の甲子園、そのライトスタンドから色鮮やかなジェット風船が舞い上がりました。上本サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さて、本日のヒーローは上本、見事サヨナラ勝ちに貢献しました。本当に